総務省が大炎上、捏造文書は公文書管理法違反だった。16日にいわゆる捏造文書について日本共産党の宮本岳さんの質疑に対し、総務省側が次のような答弁を行ってしまいました。実際にご覧いただきますと、3月の2日に小西洋之参議院議員が公開した政治的公平の解釈についての一連の文書について、総務省に文書として保存されているものと同一化精査を行った結果、小西議員が公開した文書はすべて、これは、行政文書、総務省の行政文書であることが確認をされました。そこで聞くんですけれども、これは情報流通行政局長に聞きますけれども、この文書は行政文書ファイルに保存されていたのかどうか、行政文書ファイル管理簿には記載されていたのかどうか、どのような形で保管されていたのか、お答えいただけますか。小笠原情報流通行政局長。お答えいたします。文書管理共有フォルダおよび行政文書管理簿、双方のお尋ねでございますので、まず第一に、3月7日総務省が行政文書として公表した文書は総務省において電子的に保存されていたものでございます。でそして総務省が行政文書というふうに認めさせていただいた文書につきましては、確認した結果、行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでした。このように行政文書の管理が適切に行われていなかったことは大変申し訳なく思っております。法令にのっとり速やかに分類整理を行い、行政文書ファイル管理簿への記載をすることとしております。宮本君。行政文書管理ファイルに記載されていなかったということが確認されました。こちら公文書管理法には、行政文書を行政文書ファイルにまとめ、行政文書ファイル管理簿に記載しなければならないと定めておりますので、公文書管理法違反となりますが、またこの事実はこの文書の作成者や文書の存在を知っていた者が他の者に文書の存在を知られたくなかったという状況証拠になるものと思われます。そのためさらに文書の信憑性が低下した形となっておりますが、また政府高官が上司が文書を原型をとどめないほど書き換えたことが何度かあったなどと発言したと産経新聞が報道しております。総務省にはいわゆる捏造文書の調査を進めていただき、公文書管理法だけではなく国家公務員法違反や虚偽公文書作成などと判断される恐れもございますので、この問題について刑事告訴も検討していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。